皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、 YouTube 始めてちょっとぐらいかな、だいぶ昔に似たような感じのものを撮ってたんですけれども、私ね、いろいろ散々コーデを YouTube の中で紹介してると思うんですよ。ルックブックだったりとか、いやでも実際ルックブックで着てる服 YouTube で紹介したからっていうのもあるんですけど、あんまり普段着ることがないんですよ。もちろんその普段着る体でコーデ組んだりとかはしてるんですけど、ガチの私服としてそのコーデをそっくりそのまま着るっていうことがあんまりなくって、だからちょっと今回はもうこれで完全外出てますよっていうガチガチの私服コーデを1週間分撮っていこうかなって思います。で、今日が1日目ということなんですけれども、今日の予定としては夕方頃から事務所でちょっとアパレルの打ち合わせがあるので、それに行くという感じです。もう今着替えてるので早速コーディネート紹介していきます。ということで今日のコーデこんな感じです。ちょっとこれだと寒いのでアウターをね掘っていくんですけど、まず中のこのトップスから紹介したくて、最近買ったやつで H&M スタジオっていう、 H&M の中でもちょっとコレクションっぽいラインっていうか、奇抜な服とかが売ってるラインがあるんですけど、それで最近発売されたやつでゲットしたんですよ、このニット。これ可愛くて気に入ってて、もうただこのね、見てわかる通り袖にピロピロがついてまして紐がついてるんですよ。だからちょっとご飯とか行く時には着れないなっていうので、どうしようかなと思ってたんですけど、今日打ち合わせだけということでいいかもと思って、こちら今日は着ていきたいと思います。今打ち合わせっていうのもあって、下は楽にスウェットパンツで、スニーカーもエアフォースで行きます。バッグはスニーカーと合わせてホワイトのバッグと、見てわかる通りショルダーパッド、肩パッドがすごいんですよこれ。だからアウターちょっとね選ぶトップスなので、最近あったかくもなってきたし、今日はちょっとダウンベストで行こうかなって思います。これなら袖もないからトップスの袖がごわつかないかなっていうのと、結構ゆったりとしてるから肩幅のところもスッと着れるので、今日はこんな感じでいきたいと思いますということで Day1 のコーディネートでした。じゃあまた明日お会いしましょう。ということで Day2 でございます。今日の予定は iPad をね、私買おうかなって思ってて、やっぱアパレルとかをやってるとちょっとデザイン考えたい時とか便利だなと思って、そうちょっとね iPad を購入しようかなって考えております。まだ決定してないんですけど、とりあえず今日見に行きたいなと思って、それ見に行くついでにちょっと軽くお腹も空いたのでランチタイムをしつつっていう感じでございます。で今日ね朝ルックブック撮影して、結構充実した1日になりそうです。とりあえず今日のコーディネートを紹介します。今日はこんな感じです。ロックな感じかなちょっとかっこよい感じのファッションになったかなという気がするんですけれども、このレザーのジャケットはラベマのファー付きのやつなんですけど、ちょっと今日はファーを外しています。襟がついてるのでトップスに。で中はちょっとブラウン系でまとめてて、まずこのトップスは前にも紹介したんですけど、購入品で H&M のやつです。これボディースーツになってて下までこうつながってるやつなんですけど、これを着てディッキーズの874を今日は合わせました。ダークブラウンかな、ウエストのところを折り返すっていうのが可愛くて、靴は白のローファーにしました。全体的に暗めなトーンだったので足元でこのホワイトを入れて抜け感を作りました。最後に私は帽子が大好きなのでハンチーフをかぶっております。でバッグもこちらですね、シャネルのヴィンテージのやつ、超お気に入りバッグです。はい、ということで Day2 こんな感じでございました。では行ってきます。
ということで、おはようございます。デイ3でございます。まだ3日ですか？長い期間撮影をちょこちょこやってまとめるっていうのあんまりやったことがないので、すごく長く感じます。まだ3日目、あと4日ありますね。頑張りますが、本日の予定はディズニー付近に行きます。企画で今度ディズニールックブックを撮るので、しかもコラボで、楽しみにしててください。みんなそれのね、買い出しに行ってきますっていう感じです。ディズニーには入らないんですけど、ディズニーショップに行きたくて、そこら辺にね行っていきたいと思います。その後が今日ピラティスかなんかありますっていう感じです。ということで、本日のコーディネートこんな感じでございます。じゃじゃん。もうすっかり春色ですね。ポイントなんだろうな、まあ着たいものを着たって感じなんですけど、このデニムが最近購入したやつで、ツートーンになってて可愛くて、懐かしくないですか、このツートーンっていうか。私が多分中学校とかぐらいの時に1回流行った気がするんですけど、私もこういうの持ってたんだけど、また新しくゲットしました。ちょっとブーツインをしたりとかして、で、あと上はこのダブルファスナーのニット、こういう形のニットはね最近結構いっぱい出てて、下もちょっと開けてあげると抜け感が出て可愛いです。ちなみにこれウエストがこんな感じで斜めになってる、足目な感じになってて可愛いんですよ。それもちょっとこうね見える感じで開けてます。で、上はへそ出し、まださすがにちょっと寒いかなと思ったので、モコモコの MA1、 これリバーシブルなんですけど、ボアをね外側にして見てます。で、このブーツとね色合いを合わせてみました。で、ニット帽もトップスと同じグレーのニット帽で、このバッグもデニムと合わせた感じで、ちょっと全体的に色味がぼやっとした感じに見えちゃうかなと思ったので、結構アクセはこのバッグのチェーンとか目立つような感じで5つ目のものをつけてまーす。はい、ということで3日目のコーディネートこんな感じです。ではまた明日、バイバーイ。というわけでリングを忘れました。あー、リング。はい、というわけで4日目でございます。今日の予定は展示会に邪魔することになっているので、展示会に行って、その後エステに行って、今日ちょっとハイフをねしていただきます。その間になんか買い物とかも時間があればやろうかなっていう風に考えております。ということで、本日4日目のコーディネートこんな感じです。じゃじゃん。もうほんとだいぶあったかいので、結構服装もなんか軽めになってきましたが、今日はまあこんな感じで結構カジュアルなコーディネートにしてみました。これ MA1 っぽい感じのベストなんですけど、これ私すごい気に入ってて、さらにセールになっててお安くゲットしました。可愛いですよね、これめっちゃ。だいぶあったかくなってきたので初おろしです。で、この中のパーカー、これもね今日の朝ピンポンって言って展示会で頼んでたものが届いて速攻来ました。ここにね刺繍があって可愛いベージュのショート丈のパーカーで、ダブルファスナーっていうのでここ開けれるのがすごい嬉しい。中のこのトップスも、これもザラのセールのものです。シアのトップスですね。デニムはローラさんのブランドのスタジオ R330 のローライズの、ね、デニムパンツです。めちゃくちゃ形が綺麗でとても気に入ってます。で、シューズね今日何にしようか迷ったんですけど、このモコモコのやつにしました。まだ少し肌寒い感じもたまにあるので、この下のシューズのファーでバランスを取りました。で、このバッグは前企画で Y2K の方で作った時に買ったザラのやつです。かわいい。これでカチューシャをしてという感じでございます。今日は結構ね歩くかなって思ったので、割と動きやすい感じの格好にしてみました。はい、ということで4日目こんな感じです。では行ってきます。また明日。はい、ということで本日が5日目でございます。
残すところあと3日になりました。今日はですね、ちょっと友達と久しぶりにランチに行ってまいります。さっき朝ね、この巻き髪の動画を撮ったんですけど、そちらもぜひチェックしてみてください。もうすぐお昼なので、これから表参道の方に友達とランチに行ってきたいと思います。ということで本日のコーディネートはこんな感じでございます。じゃん、はい、今日はちょっとスポーティーミックスなスクールガール風スタイルといったところでしょうか。このジャケットが結構オーバーサイズでね、可愛いんですよ。肩パッドがしっかり入ってて、だからすっごい肩幅広く見えると思うんですけど、これにめっちゃ可愛いこのニット、アバートフィッターズの購入品でだいぶ前に紹介したんですけど、これをねやっと着る時が来ました。襟をねこう外に出してるんですけど、これがめっちゃ可愛くて、ブラウンのチェックとのね色合いがめちゃくちゃ可愛くて気に入っております。で、このスカートも前に企画で購入したザラのスカートなんですけど、これすごい形が綺麗でスカパンになってるので後ろパンツなんですけど、すごい気に入っております。柄自体は違うんですけど、セットアップ風な感じで着てみました。ニットにこれワッペンがついてるんですけど、これがブルーだったので、スニーカーナイキのカスタムしたエアフォースワンハイ、このブルーのやつを履いております。って感じです。ちなみにジャケット脱いでみるとこんな感じですね。ニットがめっちゃ可愛いんですよ、これ。ということで本日のコーディネートこんな感じでございます。ではまた明日、行ってきます。なんかすごい目が曇ってる。ギャップなんですか。だよね、思ったんだよね。はい、ということでデイ6、6日目でございます。いよいよ残すところあと2日となりました。今日はですね、特にすごい予定があるというわけではないんですけど、ちょっと買い出しに行ったりとかっていう感じの日でございます。なのですごくラフな感じの洋服にしました。今日のコーディネートはこんな感じです。じゃーん。だいたいなんかあんまり予定がない時とか、ラフな感じで着たいなっていう時はこんな感じのコーデが多くて、明日はスラックスめちゃくちゃ楽なのですぐ履いちゃうんですけど、今日はブラックのスラックスに、上はアメスリなんですけど、これ黄色のねトップスを着ております。でちょっと買い出しに行こうと思うので、上にアウターをパッと羽織って、髪の毛もね眠ってないので帽子もかぶって、バッグもちょっと小ぶりなもので動きやすいように行きたいと思います。スニーカーもこのスーパースターでね、シンプルにまとめてみました。今回の1週間のコーディネート、自分で組んでみてても思ったんですけど、やっぱりなんか春だからかちょっと色使いがカラフルになってきたかなっていう感じしません？ちょっと色物が増えてきました。やっぱり今日はイエローですね。はい、ということでいよいよ明日でラストでございます。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。はい、ということで最終日でございます。1週間経過いたしました。今日はですね、とある方とコラボ撮影をするんですよ。珍しく私あまりコラボ撮影とかしたことなかったんですけど、ちょっといろいろとね頑張ってコラボ撮影とかもしていきたいなと思って、今日はねとある子とコラボ撮影するということで、もうすぐね出るんですけれども、コーディネート紹介します。今日はこんな感じにしました。じゃん。今日のコラボ撮影でルックブックを撮ろうと思ってて、でルックブックで使う洋服たちを組み合わせてコーデを組んだんですけど、まずこのレザーのロングコート、これめっちゃ可愛くて、これがねすごいお気に入りなんですけど、とてもかっこいい感じになりますよね。やっぱウエストマークして羽織っております。で中がこんな感じなんですよ。そう、ちょっと今日珍しくピンクなんです。めっちゃオーバーサイズなピンクのシャツなんですけど、これは古着で1000円でゲットしました。ポロシャツです。これサイズ何なんだろう。 3XB って書いてあります。私168だけど、こんなにでかいので相当オーバーサイズのやつ。これはちょっとボタンを開けたりとかして抜け感作ってきてて、このデニムはダメージが入ったパンツ、これもすっごい長くて可愛いです。こんな感じでございます。でシューズはシルバーのコンバースを履いてます。ということでラスト7日目のコーディネートこんな感じです。
はい、ということでこんな感じで私のガチ1週間コーデを撮ってみました。いかがでしたでしょうか。結構今週は予定が多かったので割としっかりとコーディネートを組むことが多かったですね。あんまり外に出る用事がない時とかはこんな毎日毎日キメキメな服装ではないんですけど、今週は予定がちょっといっぱいあったのでこんな感じになっております。またなんかもし好評だったら違う週とかで1週間やっても面白いかなと思うので、また見たいって思ってくれる方がいればコメントとかしてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。